皆さんこんにちは、まさきです。本日もご覧くださりありがとうございます。本日は僕がガチで着ているクレイルアイテムベスト8について紹介していこうと思います。前回ね、冬にもこの内容で動画撮ったんですけど、今回は春服バージョンってことで動画を撮ろうかなって思っております。まあ、前回の動画はね、本当冬に撮ったってのもあって冬服めちゃくちゃ多かったので、今回の動画に関しては僕が今春によく着てるよっていうアイテムにフォーカスした動画になります。ただね、現在撮影してるのが4月1日で全然寒いんですよね。そのためね、今僕が着てるようなメッシュ系のアイテムはあんまりランキングに入ってきておりません。どっちかっていうとメッシュ系のアイテムもうちょっとあったかくなってから着ること多いので、そこら辺に関してもご了承しつつで見ていただけると嬉しいです。あ、これ言い忘れたんですが、まず僕の自己紹介をしていくと、僕はアパレルブランドクレイルのディレクター兼デザイナーを務めているまさきと申します。そのため今回の動画では、僕が自分自身でデザインして作った服の中で春にこの洋服よく着てるよっていうアイテムをランキング形式で話していくっていう内容になります。そのためね、誰よりもクレイルのアイテムに関しては間違いなく詳しいと思うので、こちらの内容を参考にしながらクレイルのアイテムを手に取っていただけると、よりクレイルのアイテムを楽しめるかなと思うので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。そして今回のランキングに関しても、シューズだったりバッグなどの小物系のアイテムを入れてしまうと、どうしてもね、着回し力の高さっていうか、まあ、何と合わせてもいいので、そこら辺のアイテムをランキングに入れてしまうと、バッグだったりシューズのアイテムでランキングが埋まってしまうため、トップスだったりアウターパンツのアイテムのみにフォーカスしたランキングとなります。そこもご了承しつつで見ていただけると嬉しいです。それじゃあやっていこう。それじゃあ僕が春によく着ているアイテム8位がルーズハイネックデザインベストとなります。まあこのアイテムはね、夏服バージョンやるってなってもランキング入ってくるんじゃないかなって思うんですが、このアイテムの魅力としては、なんといってもデザイン性の高さと圧倒的な着回し力ですね。これ系のテック系デザインのハイネックベストではすごく珍しいような TR 素材を使用したアイテムで、カジュアルコーデはもちろん綺麗めコーデとも相性がいいようなベストとなっております。しかもね、このアイテム裏地ついてあるからね、めちゃくちゃ生地しっかりして見えるんですよね。これ系のちょっと夏向けっぽいようなベストだとあんまり裏地つけなかったりするんですが、どうしてもね、安っぽさだったり生地のもろさを感じてしまうので、こちらのアイテムは裏地をつけたようなちょっとアウター感覚でも着れるよっていうようなアイテムとなっております。見た目の通りね、夏でも着られるようなアイテムではあるんですが、今の時期とかは特にね、ジャケットだったりコートなどのインナーとして使うことが多くて、どうしてもね、ロングコートとかになってくると室内になったら脱がなきゃいけないってことが多いので、こちらのアイテムをインナーに着ているとアウターを脱いでもおしゃれなコーデが作れるってことで重宝しております。特にね、上のジップではね、ライダースでも使われるような身頃同生地の引き手がついてるんですが、ここがね、アウター羽織った際のワンポイントとしてめちゃくちゃおしゃれ見えるので、こちらのアイテム超気に入ってるんですよね。逆になんでこちらのアイテムが8位かっていうと、まあまだまだ寒いのでこのアイテムが活躍する時期はもうちょっと後なのかなっていうのが理由として、こちらのアイテムが8位となります。まあそれでもね、8位に来るってぐらい着回し力も高いし、デザイン性としても超高いアイテムなので、ぜひこちらのアイテム気になったって方はチェックしてみてほしいです。そして僕がよく着ているクレイルアイテム第7位がこちら、ハーフジップフェイクスエードプルオーバーとなります。確かね、冬服バージョンでもこれ入れたと思うんですけど、やっぱりこのアイテムはランキング入ってくるかなって思います。この服の魅力は一言で言うと着心地の良さですね。ちょっとした外出の際も着てたアイテムなんですが、どっちかっていうとね、部屋着としてよく着ることが多くて、首元にジップがある分着脱もしやすいし、ふんわりとしたような着心地なので、日常生活でよく着ることが多かったですね。男女問わず似合うような小顔効果もめちゃくちゃ強いアイテムなので、ペアルックとしてもおすすめしたいアイテムとなっております。最近ね、うちでね、ワンちゃん飼い始めたんですけど、そのワンちゃんもね、この生地感気に入ってるのか、この服着てるとね、すぐに上に乗ってくるぐらい気に入られてるような着心地のいいような生地感になるため、まあ生地感に関してはね、多くの好評もいただいてるし、うちのワンちゃんからも間違いないっていうようなお墨付きをいただいてるアイテムとなります。個人的にはおしゃれ着もそうだけど、部屋着としてもいいし、旅行デートだったりおうちデートとかにも最適なんじゃないかなって思っております。このアイテムいつも思うけどね、クレイルスウェードで作ったのも絶対正解だったなっていうの感じますね。それじゃあ僕がよく着ているクレイルアイテム6位がこちら、 M47 タイプミリタリーフレアカーゴパンツとなります。はい、来ましたね、クレイルが誇る超人気パンツとなっております。 ZOZO 月間1位を取りまくってるような超人気パンツです。前回のこの企画だとこちらのアイテム1位だったんですが、今回はね、ちょっとラン
キング落として6位という形になっております。別でね、気に入ってるパンツがあって、ちょっとこちらのアイテムランキング落ちましたね。それでもね、意味わかんないぐらい履いてたようなアイテムなので、まあまだまだ履くかなって思っております。こちらのアイテムの魅力は、なんといってもこのシルエットの美しさじゃないでしょうか。このパンツね、長年発売してるので、クレイルファンの方だったら持ってる方多いかなって思うんですが、クレイルがシルエットが美しいと言われ始めた要因でもあるアイテムとなっております。ほんとね、身長数センチ持ってもわかんないぐらい足長効果強くて、このアイテム一つ着てるだけでコーデを完成させてくれるぐらいのシルエットの美しさと、トレンドでもあるカーゴパンツの中でも M47 のデザインを踏襲したってことで、綺麗めからカジュアルまで幅広いコーデと相性がいいのも魅力となっております。正直ね、こちらのパンツは僕的にも超自信あるパンツだし、多くの方から好評いただいてるアイテムなので、クレイルのアイテムを一つも手に取ったことがないって方の一発目のアイテムとしてもおすすめしたいアイテムとなります。まあ、基本的にね、コーデに困った際はね、このアイテム着ておけば大体のコーデ完成するので、そこら辺のね、着回し力の高さだったり万能さも、こちらのアイテムがランキング上位に入ってきた理由かなと思います。それじゃあ、僕がよく着るクレイルアイテム第5位がこちら、ソフトウールシミラーギャバジンヴィンテージデザインテーラードジャケットとなります。いやー、名前が長いですね。相変わらず僕が過去作ったアイテムの中でも一番名前長いんじゃないかっていうようなアイテムなんですが、そのくらいね、気合を入れて作ったようなアイテムとなっております。こちらのアイテムの魅力はね、やっぱりなんといってもこの生地じゃないでしょうか。クレイルがオリジナルで作成したソフトウールシミラーギャバジンというコットンでウールの生地感を表現しためちゃくちゃ珍しい生地を使用していて、もうね、パッと手に取ってめちゃくちゃいい生地だなって分かるような生地感になっております。まあ、そもそもがコットンのジャケットって高いんですけど、それプラスでウールの生地感を表現して作ったっていうような珍しいアイテムなので、ウールっぽさのある高級感もありつつ、コットン自体の高級感もあるので、めちゃくちゃ高めするアイテムですね。それとね、こちらのアイテムカットオフ入れてるジャケットなんですけど、このカットオフ仕様もね、個人的にめちゃくちゃおしゃれだなって思ってて、今季の僕的な好みにもズバだし、今のヴィンテージ感のあるトレンドともマッチしてるんじゃないかなと思います。そしてね、このジャケットの何がいいって、やっぱり今季トレンドのデニムパンツと超相性いいんですよね。そのため普段使いとしてはデニムパンツとめちゃくちゃ合わせて履いていたアイテムとなっております。ジャケットの中ではね、まあまあ厚さあるし、まあ今こうやって持ってて筋肉痛になっちゃうぐらい重いなってぐらいの重厚感もあるので、そこら辺の高級感に関してもね、抜群かなって思っております。まあ、ただね、コットンってことでめっちゃ暑いなっていうこともないし、寒かったらトップスにニット着ればいいので、着回し力に関してもすごく高いなって思うアイテムでした。カラーとしてはよりヴィンテージ感のあるような風合いが着たくて、僕的にはカーキ着てることが結構多かったかなって思います。まあ、ジャケットに関してはトレンド的にもズバだし、着ててね、おしゃれな印象も出やすいので、ぜひね、こちらのアイテムじゃなかったとしてもジャケットはコーデに取り入れてみるといいのかなって思います。僕がよく着ているクレイルアイテム第4位がルーズローゲージドライバーズニットベストです。こちらのアイテムですね、このアイテムは本当本当に今手に取ってても思うんですけど、生地感が良すぎるアイテムで、クレイルが過去発売してきたニットものの中でも特に生地感の高級感すごいんじゃないかなって思います。コットンニットってどうしても高級感はあるんですが、アクリルだったりポリエステル系の化学繊維の糸に比べると厚み感が出にくくて、どうしてもね、ペライナーっていうような印象になりやすいんですよね。ですがこちらのドライバーズニットベストではコットン 100% の糸で作りつつ、そのコットンニットの懸念点をガン無視するぐらいしっかりした生地で作ってるので、めちゃくちゃ高級感あるし、コットンニットってこのぐらいの厚さ感で作ると超ふんわりとした肌触りになって、めちゃくちゃ着心地良くなるんですよね。クレイル春物の中でも僕的なおすすめトップ3に入ってたぐらい品質には自信があった品番なので、手に取っていただけた方からはすごく好評いただいてたんじゃないかなって思っております。この品番あたりから分かりやすくクレイルの品質の高さがね、顕著に出てきてたんじゃないかなって思います。このアイテム完成した時のクレイルメンバー全員からね、このアイテムやばいぞって言われてたような質感のアイテムなので、服が好きって方やいろいろなアイテムを買ったことがあるって方には、こちらの品質だったり生地感の良さが分かりやすく伝わってくれるんじゃないかなって思います。コーデとしてはね、何と合わせても基本的に映えるんですが、まだまだ寒かったってことでコートだったりジャケットのインナーとして使ってたことが多かったですね。これからの季節で言うと半袖シャツだったり半袖 T シャツとも相性いいので、まあまだまだこのアイテムは活躍してくれるんじゃないかなと思っております。それじゃあ、僕がよく着ているクレイルアイテム第3位がヘビーウェイトロゴ刺繍フルジップパーカーとなります。
来ましたね、春物一番人気だったクレールアイテム。僕的にもクレールのアイテムの中で春物のメイン品番として据えていたアイテムとなります。こちらのアイテムの魅力は何といってもこの生地とシルエットじゃないですか。圧倒的に小顔効果の強い、他にはないような大きめのフードと、それと 480g コットン 100% の圧倒的な重厚感のある生地。まあ6930円でクレールだと発売したんですけど、このアイテムの魅力を語ってた時にも絶対にありえないですよねこの生地みたいなことを言ったと思うんですが、まあ今見ても絶対ありえないっていうようなレベルの生地してて、もう価格設定はね分かりやすくね 480g コットン 100% のパーカーで調べたら出てくると思うんで、まあ他社さんと比較するのはあれなんですが、まあ、基本的にはどこのブランドで出しても1万5000円ぐらいは超えるんじゃないかなと思っております。まあ正直ねクレール自身もね全然価格ハマってなかったので、まあそれぐらいの価格帯で売ってても妥当かなと思います。このアイテムはフルジップってことで着脱がめちゃくちゃ楽なので、おしゃれ着としても着てたんですけど、結構ワンマイルウェアとしても着ることが多かったアイテムです。ちょっとしたコンビニだったりスーパー行くって時にめちゃくちゃちょうどいいんですよね。こちらのアイテムはアイボリーのカラーをジャニーズのね山田涼介くんが着てくれたことでも話題になってたアイテムで、いや僕自身もめちゃくちゃびっくりしたし、山田涼介くんね個人的に超好きなのですごく嬉しかったなっていう記憶があります。そういえばこちらのアイテム再販連絡めちゃくちゃいただいてて、ずっとね再販できるか微妙っていう話してたんですが、なんとかね再販いけそうです。まあただこちらのアイテム単体でこちらの生地作ろうとしても、まあ価格がはまらなすぎて難しいので、こちらのアイテム大量生産しつつ別のアイテムでも同じ生地作りながら作ればまあギリいけるかなどうかなって感じになっているところになります。今ねメーカーさんだったりクレール側含めて価格設定の方をね詰めているところなので、再販絶対できるよみたいな時にはまた何かの動画で言おうかなって思います。そのため AW での再販はできる可能性高いので、こちらのアイテム購入できなかったよって方は AW での再販も含めて楽しみにしててほしいです。そして僕がよく着ているクレールアイテム2位がヴィンテージデザインレザーブルゾンとなります。今季はレザーブルゾンが特に人気だし、僕的にもねめちゃくちゃ着たなっていう印象があるアイテムです。この間ね豊洲の方に食べ歩き行ったんですけど、その際もねこちらのレザーブルゾンを着用していました。特にねこのショート丈めなサイジングが着回し力も高いし、足長効果も出やすいので、今のトレンドにも最適なサイズ感とシルエットになってるんじゃないかなって思います。こちらのアイテムシルエットももちろんいいんですが、やっぱりこの生地感ですよね。フェイクレザーの中だとダントツに生地感いいと思うし、僕自身ね本革のジャケットだったりアウター何着か持ってるんですが、それと比較してもねほぼ変わんないか、ワンチャンこっちの方が高く見えるんじゃないかぐらい生地感良くて超高見えするんですよね。本革のジャケットとかに比べると合皮のジャケットって水にも強かったりお手入れが楽ってところも魅力なので、正直ね着る機会で言うと本革のジャケットよりねこちらのジャケットの方が着る機会圧倒的に多かったかなって思います。あとねこの価格設定なので自分のブランドのアイテムにこんなこと言うのあれかもしれないんですけど、やっぱドメブラだったりハイブランドのレザージャケットに比べると適当に着てもいいかなぐらいな感じで着られるので、そこら辺にね神経質になりすぎないで着られるってのも魅力ですね。このアイテムのレザーアウター8800円で買えるってことまあないと思うし、このアイテム着てたらどこのアイテムですかって聞かれることめちゃくちゃ多いぐらい自分の周りからも人気だったアイテムなので、まあ、僕自身ねクレール一消費者として見た時にすごくいい買い物ができるアイテムなんじゃないかと思っております。こちらのアイテムはねタンクトップと合わせたりシャツと合わせてナロータイとかつけたコーデをよくしていました。レザーブルゾンってタンクトップとも相性いいので結構幅広い時期で着られるっていうのが魅力ですよね。僕的にはねこの間24度ぐらい気温あったっぽいんですけど全然着れてたので、まあまだまだ活躍してくれるんじゃないかなって思っております。それとレザーアウターは今年の秋冬の方でもまだまだトレンド来そうな勢いあるので、今のうちに1着買っておくのもおすすめです。この間も生地しっかりしすぎててね、ちょっとこうやって持ってる時ねめっちゃ重いなっていうような印象があるんですけど、着たらねそこまで重いなって思わないぐらいの生地感なので、まあ、めちゃくちゃ高級感もありつつでこれ以上はないような生地になってるんじゃないかなって思います。はい、それじゃあ僕がよく着ているクレールアイテム第1位、まあこの並びだったらもう予想できてる方いるんじゃないでしょうか。僕がよく着ているアイテム第1位はこちら、ヴィンテージデザインフレアデニムパンツとなります。
もう本当これはクレイルファンの方だったり僕の YouTube よく見てくれてる方にはまあ予想できたんじゃないでしょうか。僕のインスタのサバカのストーリーではよく載せるんですが、最近のパンツこれしか履いてないんじゃないかなぐらいこればっか履いてて、20本30本ぐらい持ってるぐらいデニムパンツいっぱい持ってるんですけど、まあその中でもねクレイルのデニム圧倒的に履いてるなってぐらいこちらのパンツ履いております。まあ僕が自分好みのパンツを作ってこのパンツができたので、だからこそ僕の好みにズバで合ってるっていうのは間違いないと思うんですが、それを差し引いても予約販売の段階で ZOZO タウン1位になっちゃうぐらい人気のパンツなので、まあ幅広い方から受け入れられてるし、生地もシルエットもレビューの高さからしても間違いないのかなと思います。ほんとこのパンツ足長効果強くて、カジュアルからきれいめまだ幅広いコーデと相性がいいので、まあコーデに困った時はこのパンツ履いておけばいいし、今デニムトレンドだからってのもあってめちゃくちゃ履いてますね。生地に関しても 11.5 オンスから12オンスほどのミドルオンスの生地を使用しているので、まあ、生地に関しても高級感抜群だし、生地全体がドレープ感が強かったり柔らかさが出るような珍しい生地なので、そのためね裾に溜まるような今っぽいシルエット感で着れるのもこちらのアイテムの魅力なんじゃないかなって思っております。合わせるときはトップス系は基本何でも合うんですけど、シューズとしてはねクレイルのブーツだったりバレンシアガのディフェンダーと合わせて履いてることが多くて、ドメだったりハイブランドなどの高めの洋服と合わせても一切見劣りしないレベルの洋服なので、どういうコーデしたいか迷ってるって方やデニムパンツ何手に取ったらいいかわからないって方は、ぜひこちらのデニムパンツ1本目としても手に取ってみてほしいです。はい、それじゃあ今回は僕がよく着ているクレイルアイテムベスト8について話してきました。いかがだったでしょうか。皆さんがねよく着ているクレイルアイテム、このランキングの中にあったかな、どうだろうっていう感じなんですけど、まだまだねクレイル春物のメッシュ系のアイテムとかが時期的にちょっと寒くて着れてない印象あるので、この投稿人気だった場合は夏服バージョンもやって、そっちの方にはね入ってくるんじゃないかなと思っております。それ以外にもこういう投稿見たいですとかあればお気軽にコメントいただけると嬉しいです。まだまだ春服着られる季節はあるので、春服も夏服も含めて楽しんでいきましょう。それじゃあ最後までご覧いただきありがとうございました。少しでもいいなって思ってくれた方はチャンネル登録やコメント高評価の方いただけると嬉しいです。それじゃあバイバーイ。